こんにちは、翔太です。今回なんですけど、アウグッツッツの花嫁化ですね、私が撮るか撮らないかっていう風な話をしていこうかなという風に思います。まあ結論から言うと、サブアカウントですね、こちらに関してはマスミの心基本的に余っていて、アウグッツを持っていないサーバーが正直ないんですよね。なんで、まあ、全体的に撮っていこうかなという風に思っています。でメインのアカウントに関してはスルーしようかなという風に思っておりますね。まあその、まあ、スルーする理由としては、マスミの心が今60個ぐらいしかないっていうところで、まあ、あと50個必要っていうところで、まあ3万元歩ぐらい普通にガチャ回すとかかるっていうところ、まあそこが一番です、正直言うと。まあよっぽどなことがない限りは、まあ、スルーしようかなというふうに思っています。まあ個人的に気になっている点としては、まあやっぱりスキル1とスキル2の攻撃回数ですね。まあここがスキル1は6回、スキル2はまあ7回攻撃っていうところで、ちょっと最近のキャラクターと比較するとやっぱり攻撃回数が少ないっていうところで、まあこのキャラクターをメインにした際にですね、まあなかなかこのキャラクターの、まあ、攻撃で敵を落とすっていうのが難しいんじゃないかなというふうに思ったので、ちょっと今回はスルーしようかなというふうに思っています。まあ、援護聖護に関してもですね、まあ、めちゃめちゃ優秀な援護聖護だと正直思います。あの、ダメージ反射も 165% もあるっていうところで、まあ、これだけで最大のですね、放置症状内で、最高の反射キャラクターになってしまったっていうところがあるんで、まあ、私、タンクキャラクター一切持ってないので、まあ、ちょっとそういった、まあ、タンクとしては使えないですけど、反射キャラクターとして、取ってみてもいいのかなというふうには、まあ、思ったんですけど、めちゃめちゃ思ったんですけど、まあちょっとこの援護制御だけだと 75% ダメージカットしかないっていうところ、まあ私ハクタクとか、まあもろもろ持っているんで、そういったところで、ダメージカット率っていうのは上げることはまあできるといえばできるんですけど、まあそこがちょっと微妙だなというふうに思いました。まああとはですね、まあこのキャラクター撃砕キャラクターとして、まあ、復活したっていうところがあるんですけど、状態性が 65% しかない、状態性無視かが 65% しかないっていうところで、どこ見てもやっぱり追加でですね、状態性無視は上がっているような様子は見られないので、まあ、ちょっと今後の環境ですね、まあ、すでにこのキャラクター火力別に秀でているわけではない中で、まあ、撃砕にすることで、まあ他のキャラクターと、まあ、トントンの火力を出していくことができる、っていう風なキャラクターではあるのかなというふうに思っているんですけど、まあ、状態性無視が 65% しかない、まあ、最近だともう 100% は超えてきていて 120% ぐらいもう割とですね、当たり前のように来ている中で、まあ、ちょっと 100% っていうのはですね、なかなか厳しいところもあるという、65% しかないっていうところで、まあ、正直なかなか、まあ、今後結構廃れていく未来があるのかなというふうには思っています。まあただ私が今カエサルを使っていることを考えると、カエサルはそもそもそういうのないので罪悪状態が。まああるっちゃあるんですけど、制裁に、まあ、できるっちゃできるんですけど、あんまりできたところ見たことないんで正直。まあそういう意味では、まあ撃砕にできたらかなり強いので、あの生後解除をしながらですね、殴っていくことができるキャラクターになりますので、まあ、かなり強力にはなるのかなというふうには思います。まあ、撃砕はミスっても付与することができますし、撃砕にさえしてしまえばミスっても生後解除はすることができるんで、まあ、残影ですね、剥がれない残影っていうのはなんやかんや少ないんですけど、まあ少ないので、まあ残影キャラクターとかにもミスってですね、まあ生後解除して残影を剥がしていくっていうふうな立ち回りはしていけるかなと思うので、まあ優秀かなとは思います。で、まあ、あと、援護聖護ですね。これ5ターンしか、付与できないんですよね。出陣時は5ターンやし、復活した後も5ターンっていう感じで、まあ、誰だ。本田忠和を使えば、まあ一応、ターン数伸ばすことは一旦はできるんですけど、まあ正直ですね、本田忠和を使うようなキャラクターではないかなと、復活した後の HP も 100% なので、まあ1回目の復活は 40% しか復活できないんで、まあそこに関してはですね、使ってもいいのかなと思うところはありますけど、それだったら他にアマテラスとか、まあカエサルとかに使ってあげた方がいいかなと思うので、まあ正直、まあ、このキャラと本田忠和の相性も微妙なのかなというふうに思っています。まあ、このキャラが一番私の中で、強力かなと思っているところは、ここですね。自身 HP 上限の 10% を上回るダメージを受けたとき、異常状態1つ解除しながら 10% の HP を回復すると。まあ、現状ですね、剥がされない流血っていうのは存在していないので、まあ、
HP 回復できないような流血ですね、付与されていても、まあ、異常状態1つ解除、まあ、ちょっといろいろ座薬状態になっていたら流血が当たらないこともあるとは思うんですけど、異常状態1つ解除しながら 10% の HP を回復することができるというところで、まあ、正直ですね、ここだけで取ってもいいかなとはちょっと思っています。まあ、ガチガチに育成してあげると、まあ、ちょっとどう転ぶか分かんないですけど、まあ、お相手次第なところもあるとは思うんですけど、 10% ぐらい の攻撃をですね何回も受けることで回復していくって立ち回りも、まあ、できなくはないと思うので、まあ、むしろこれ生半可な育成でやってしまうと 10% どころか 30-40% のダメージ受けちゃってあんまり回復できないってこともあるかなと思うので、まあ、やるならもうガチガチに育成、まあ、私も1000円オール200みたいな、装備はまあ一体は作るようにはしているんですけど、まあそういったですね、感じにしてあげるといい感じにはなるかなと思うんですけど、まあちょっとメインのアカウントでは取ることは基本的には考えては今のところはいないですね。まあカエサルと、まあこっちの方が強いよっていう方がいらっしゃったらですね教えていただきたいんですけど、まあ私がですね、他の方と切磋とかでですね戦った感触では、まあ怠慢だとカエサルの方が強いかなとは思いましたね。怠慢だとカエサルの方が、まあ、反射ダメージもあるので強いのかなというふうには感じました。まあ、ただデッキ戦になると、まあ、結局どうだろうな、デッキ戦になるとあんまりですねカエサルの強みっていうところも生かされにくくなっていく方向なんで、まあ、カエサル使うんであれば、まあ、後ろの方に置いてあげるのがいいのかなとは思いますが、やっぱりちょっと蓄力制御とかそういったので、まあ、あと困惑ですね、アマテラスの困惑とかで、まあ、反射ダメージを減らしてあげるとですね、まあ、それでも反射ダメージ 165% あるんで 100% 減らしても 65% は返ってくるんですけど、まあ、HP 吸収もですね、まあ、一応 30-40% ぐらいはあるので、まあ、ダメージ反射としてはそんなに受けない状態にしていれば、まあ、困惑にさえしてしまえばあまり気にもならないのかなというふうに思ったりはしたので、まあ、正直まあ脅威ではないかなというふうには感じました。まあ確かに取ったら多分私結構強くなれるのかなというふうには思っているんですけど、まあ、ただ、3万元歩使わないと取れないので今のところ、まあちょっとよっぽど何かない限りは今回はするかなと私は思っております。まあ、かなり迷いますね。まあ、正直取ってもいいかなっていう気持ちもあるんですけど、まあ、カエサルと入れ替えた時にどれぐらい伸ばせるかっていうところですね、私が。基本的にもう私、ようやくですね、最近アマテラスを2体目の主力にしようと思って、そちらの1000円装備を作ろうという気持ちにだけなって、まだ全然作ってはいないんですけど、MR 騎士と私、なぜかサブアカウントの方が1000円6作ってるのに、メインアカウントと1000円の数が一緒なんですよね。そこがちょっと不思議ではあるんですけど、まあ、メインアカウントで1000円とか MR 騎士を買ってないだけなんですけど、いや、ようやくですね、2体目の MR 装備を集め始めるかっていう感じなので、私自身は。なかなかですね、ちょっと、まあ、2体目の武将を作るかって言われると、作る気もあんまりないので、まあ、モルドレットの装備とカエサルを入れ替えて、カエサルにつけているメインの装備を、アグススに入れ替えたときに、私がどれぐらいですね、伸ばせるか。っていうところではあるんですけど、まあ、反射キャラクター私一切持ってないので、まあ、そういった意味ではちょっと何かしらのですね、改革をしてくれるのかなと思うんですけど、撃砕状態これ解除されないというかついてればよかったのにな。復活回数も少ないんですよね。3回だし、1回目の復活って 40% の HP しか回復することができないんで、正直微妙なんですよね。これプラス3回復活するかとぐらいだと思ってたんで、まあ、2回かって感じですよね、追加復活が。まあ、なので、まあ、かなり強力なキャラにはなったなという気持ちはあるんですけど、攻撃回数が本当にネックだなっていうところと、まあ、耐久面がかなり心配。まあ、武将に対しては全然心配してないんですけど、防止とか弓将に対してはかなりですね、攻撃力ダメージはあまり気にならないんですけど、まあ、他の防止の知力ダメージとか敏捷ダメージとか、このあたりをモロに食らってしまうので、
まあその辺が心配、反射でどれぐらい倒せるかっていうところも、まあ HP としてはですねそんなに高くないので、まあ高いっちゃ高いんですけど、体力値自体は高いんですけど、 HP 上限が 58% しか上がらないので、最近のキャラクター 65% 上がる中で 58% しか上がらないっていうところで、まあ HP もそんなに、まあ高い部類ではないっていうところ、があるので、うん、まあかなり悩んでますけど、一応取らない方向でいます。まあ今回の私の話が参考になる方もならない方もいらっしゃるかなとは思うんですけど、もしよければ参考にしていただけると嬉しいです。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、高評価、うん、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。